はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、パナタン来てますね。相変わらずね、可愛いですね。どうですか、パナタン。ねーはい、おきつも上がってますね。可愛いですね。はい。ねーおしっぽも可愛いですね。ねはい、皆さんどうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これもね、何度かも触れてるんですけど、 本当に大変なことになってきました。地方です、特に。まあ、都会の方がね、いろいろ言っても、それは都会だけの話なんで、はい、地方に住んでる方の気持ちも考えましょうということですね。はい、えー、JA 系のスーパーが次々と閉店しています。はい、まあ、一部理由にね、そのドラッグストアなんかで取り揃えてて、えー、まあね、ドラッグストアで買えるからっていう話も出てるんですけど、 まあ品揃え違いますからね。はい。品揃えが全く違います。あのドラッグストアとね、スーパーでは。はい。えー、まあ変な話なんですけど、えー、当たり前の話なんですよ。ドラッグスーパーは別に食品店ではないんで、自分の好きなね、メーカーさんのものとか、まあ自分の好きなね、えー、まあお菓子とかね、そういったいろんなものですね。 まあ、一応揃ってるにしても、自分の好きなメーカーのものがあるとは限らないんですよ。はい。わかりますよね、この辺。はい。まあ、そういうことでね、えー、次々と JAK のスーパーが閉店してる。特に鳥取全滅です。はい。全滅です。はい。そして岐阜も危ないです。かなり減ってます。それからですね、 えー、これもね、えー、でも道の駅に行けば色々売ってるしって言いますが、道の駅も経営危機だぞそうです。はい。全国に普及すると。はい。全国にこれが波及していると。はい。えー、道の駅経営危機でございます。 なので、ちょっとね、企画外れのものを道の駅に置いてあったりしますよね、安くね。そういうものが買えるから、うち大丈夫って言ってても、もう道の駅自体がなくなる危機になっているということです。はい。道の駅自体が、もう経営がまずくなっちゃってますよ、ということが書かれておりました。そしてね、えー、この傾向は全国に波及するそうです。 はい。だから、まだまだ大丈夫って言ってられないんですよ。わかりますよね。この辺。えー、まあね、理解できない人はいつまで経っても理解しようとしませんしね。はい。えー、でも、まあね、たまにそういうコメントか書いてくる人いるんですけど、その方どうやら備蓄されてるみたいですね。はい。えー、やってることと書いてることが裏腹。この人は一体何なのかなって時々思います。 はい。まあ、そういうことでございますね。えー、道の駅自体も経営がどんどんと厳しくなってなくなる傾向になっているみたいですね。これ、あの、農協さんが、あ、母体ですね。いわゆる母体がもうちょっと危なくなってきてるということです。はい。まあね、わかりますよね。なので、まあ、地元のね、一番いいのは農家さんから 直接買うことでございますね。直接。はい。それが一番でございます。もしくは農協さん以外のね、そういったものを見つけるか。えー、まあ、どちらにしても、どちらにしてもですね。はい。えー、今後、いわゆる配送のクライシスが起きてきます。はい。これ24年問題とかね。あと例のね、あのー、 例の海峡が封鎖されたら、まあね、当たり前なんですけど、ええー、まあね、わ、えー、かり、物流にね、物流に問題起きますから。はい。なんで、ええー、どっかね、遠いところで、えー、まあ、ここからとな、と、取ってるから大丈夫みたいな方。 もう一回見直した方がいいですね。物流がストップしたら元も子もありませんからね。わかりますよね。言ってる意味ね。なので、地元ですね。地元の、まあ農業のね、やってる方から直接買うのが一番でございます。はい。えー、JA に参加していない、まあ農家の方も結構いらっしゃると思うんですよ。まあ沖縄なんかはね、EM 栽培とか、まあ、 自然栽培のね、私が買っているね、モリンガファームとかすごい有名なんですけど、えー、まあ、グループでね、ここの自然栽培、あまあ、共同でやってますよっていうね、モリンガファームさんなんですけど、私はそのモリンガファームの野菜を買っております。はい。まあ、地元なんで、はい。えー、万が一物流がストップしても、まあ、大丈夫でしょうということですね。はい。 まあ皆さんも本当にそういうことを考えないと、これからね、先、ええ、いろいろと厳しくなってきます。もう道の駅も当てにできなくなってきましたよということです。はい。農協というね、母体が、ちょっと経営が危なくなってきているということですね。はい。ええ、なのでね、あとはもう自分のベランダとかね、そういうところでまあ栽培足りない分はね、 え、栽培するというのが、まあ、ベストだと思います。まあね。あと、まあ、あれですね。えー、借りて、まあ、畑をね、えー、やるとかね。まあ、いろいろありますよね。まあでもね、借りて畑もね、えー、本当に食料のキッが来たらね、盗まれちゃうんで。まあ、ここら辺もね、えー、考えものですね。はい。まあ、そういうことでございます。 まあ農家の方は本当に気をつけないと、まあ万が一ね、物流が止まった時に、えー、泥棒がね、えー、多発することになりますんで、まあ農家さんも本当に気をつけてください。今でも起きてますからね、あの農作物のね、泥棒が。結構な件数あるみたいですね。調べてください。はい。まあそういったわけでね、 皆さんいろいろ考えて準備しないといけなくなってきましたよっていうことですね。わかりますよねもう道の駅もちょっと経営が危ないと。はい。そういうことになってきました。まあこれ、まああっち側のね、はい。あっち側のあれ、最初から多分そういう計画なんでしょうけどね。はい。えー、ということで考えれば生き残れますということですね。 はい皆さん考えて実行しましょうこれが第一でございますはい、えー、それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでした、ね、どっちかパナたんお返事はお返事はパナたんお返事しないのパナポンナポンどうしてくれましたね ありがとう。